気使われるの嫌なんでしょ。だから使わないことにする。あのなあ、まあとにかく4人で行くことになったんだから、明日みんなで大使館行って。嘘。あ、靴ひもほどけちゃった。ちょっと持ってて。むき出しで持ってると危ないわよ。ハイナンジーファン、ハイナンジーファン、シュルちゃん、ハイナンジーファンとカヤトアッソ来たよ。あ、ほんと。どうかしたか。なんでもない。わっわっ、おいしそう。白瀬さん、何か隠してますよね。隠してますよね。では早速食べてもらいましょう。白瀬ちゃんと日向ちゃんのドリアーショー。バキか。本当に食べるの。むしろそれですって感謝しろです。そうだよ、どれだけ心配したと思っているの。いや、でもチケットはキャンセルできたし、出発日も変わりないままだし、ちょうど4つに分かれてるけど。じゃんけんで負けた方というのは。いただきます。これのどこが果物の王様だ。あ、でも慣れたら美味しいかも。